200ペセタ、高カペセタは1998年12月31日まで発行されていたスペインおよびアンドラの通貨単位。国際通貨コードは ESP。伝統的に一文字の通貨記号は存在せず、PT とパーツ、トスといった略称が使われた。もっともスペイン語タイプライターではパーツを一回で打検するためのキーがあり、後に コンピュータ用に、という通貨フォントが作られている。語源は、カタルーニャ語で小さなものを意味するペセタである。タイドルカワセレートタイエンカワセレート2002年に廃止されたペセタ効果。左下は比較のための1ユーロ効果。25ペセタ効果は、日本の5円効果と同様に真ん中に、穴があり、50ペセタ効果は、スパニッシュフラワーと呼ばれる装飾が、 効果の絵も彩っていたペセタは1868年に導入された。それまでスペインではスペインドルや銀エスクードが流通しており、1エスクードイコール2ペソイコール16レアルを通貨体系としていた。1865年にフランスやイタリア等の諸国がラテン通貨同盟条約を締結すると他のヨーロッパ諸国にも同盟に加入しようという動きが現れた。 スペインも加入を検討したものの、結局加入することはなかったが、従来のペソやエスクードに変えて、ラテン通貨同盟の基準に合わせた純度の貨幣を新たに発行することになった。これがペセタである。復興制、第二共和制、フランコ政権、民政移管後の現政権で、それぞれの貨幣、紙幣が発行された。1999年からスペインはユーロを、 通貨単位として使用することになり、2002年1月に紙幣とスペイン独自のユーロ硬貨が発行された。タイユーロのレートは1ユーロイコール166.386ペセタとされた。2002年3月1日にペセタは通貨単位として使用停止になった。ペセタのユーロへの交換に期限は設けられていない。スペインの500ペセタ硬貨は発行当初約700円の 価値を有し、スイスのゴフラン効果と並んで、流通効果では世界で最高額の効果であった。ありがとうございます。